ニーダードルフェルデンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインキン地域軍の町村である。ニーダードルフェルデンは、バーートフィルベルの北東 4km、フランクフルトアムマインの中心街から北東に 20km の海抜 111m に位置している。ニーダードルフェルデンは、北はカルベン、東はシェーネック、南はマインタール、南西は軍独立市のフランクフルトアムマイン。 西は、バート・フィルベルと境を接している。ニーダードルフェルデンは、ニーダードルフェルデン地区単独の町である。ニーダードルフェルデンの町域には、戦死時代から、定住地となっていた。その居住地は、現在のグローセローへ及びクライネローへ方面の高台の上に位置した。フリートベルクから、ハーナオケッセル・シュタット近郊のザリスベルク上への、ローマ時代の街道は、 ニーダードルフェルデン付近でニッター川を渡った。ニーダードルフェルデンに関する現存する最も古い文献記録は、ロルシュ修道院の写本である、ロルシュコデックスであり、784年の記述がある。792年の別の文書は、ニーダードルフェルデンをニッダ川に分類している。ドルフェルデン上12世紀から、ドルフェルデン家という貴族が登場する。 ドルフェルデン城は、この家の所有した水木で、現在もわずかながら、壁や塔の跡を見ることができる。この城は、13世紀にニッター川と水車用水路とに、挟まれた長く伸びたニッター川の草地に建てられた。城を完全に取り囲んでいた水堀は、ほぼ完全に残されている。隣接したブーヒエン家が断絶した後、ドルフェルデン家は、 ハーナウの近地日,日川沿いの所領を相続し、これ以後、政治的重点をそちらに移した。13世紀にこの貴族家はその加盟を、ドルフェルデン家から、新たに、ハーナウ家と変更した。1234年に、ラインハルト一世イフォン・ハーナウとハインリヒ二世イ、ン・ドルフェルデンは、彼らの父あるいは兄の医療を分割することで、合意した。ラインハルト一世は、 ハーナウ城とその所領を、ハインリヒ二世はドルフェルデン城とそれに所属。その後、ドルフェルデン家の所領は何度も変更された。ハーゲン・ウンツェンベルク家と後には、ファルケンシュタイン家がドルフェルデンの一部を領した。1266年に初めて城に付属する水車が記録された。この記録は、皇帝の自重フィリップ・本ファルケンシュタインが城と水車の半分を古田修道院に、 霊園として与えたというものである。これは、マイン・キンチ・ヒグン内の水車に関する最も古い記述である。この水車は、ニッター側から分岐させた水路に立っている。1950年にこの穀物用水車は停止された。1288年頃、ウルリヒ・一ッセイ・フォン・ハーナウは、離れた所領の一部をドルフェルデン家に変換した。1300年頃に、 ハーナウ家に使える家人にドルフェルデン家が再び記録されているが、両者に血縁関係はない。1333年、シロはザクセンビュッテンベルク公、ルドルフ一世に霊園として委託され、すぐにウルリヒ二世フォンハーナウに霊園として与えられた。1368年にウルリヒ三世フォンハーナウは皇帝カール四世からドルフェルデンの都市圏特許場を 与えられ、この町における、ハーナウ家の自由と権利が授けられた。しかし、これはこの町の発展に対してどうやら事実上何の影響も及ぼさなかった。中世後期、ニーダードルフェルデンは、ハーナウ家の1429年以後は、ハーナウ博の、そして1458年のハーナウ、博領分割後は、ハーナウミュンツェンベルク博の収めるアムトビンデッケンに属した。 1374年に、聖ゲオルクを守護聖人とする礼拝1266年に、ファルケンシュタイン家が守護権の半分を有し、1497年からドルフェルデン家がこれを引き継いだ。ハーナウ・ミュンツェンベルク伯領では、16世紀に徐々に宗教改革が進行した。はじめはルター派の教義によった。しかし、 白フィリップルートビヒ2世が1597年にカルバン主義に転じたことから第二次宗教改革がなされた。彼は領主がその当地地域の信仰を選択する権利、ジャスリフォーマンドイを行使し、その信仰を進化に強制した。最後のハーナウハク・ヨハンラインハルト3世の死後、1736年にニーダードルフェルデンはハーナウメンツェンベルク博領全域と共に、 ヘッセンカッセル砲白領となった。ナポレオン時代には1806年からフランスの軍政下に置かれ、1807年から1810年まではハーナウ公領、1810年から1813年まではフランクフルト大公国ハーナウ県に属した。その後はヘッセン選定公領に戻された。1821年、ヘッセン選定公国を4つの州。 22の軍に分割する行政改革によって、ニーダードルフェルデンは新たに創設されたハーナ軍に属した。1866年。これ以後、第二次世界大戦終結までこの町はカッセル県に属した。第二次世界大戦後、ニーダードルフェルデンはヘッセン州に属した。ヘッセン州の成立により、ニーダードルフェルデンを含むハーナ軍とゲルンハウゼン軍、 シュリュヒテルン郡からビースバーデン行政管区が創設された。ビースバーデン行政管区が廃止された後、この町は現在ダルムシュタット行政管区に属している。第二次世界大戦後、この町の生活は急速に増加する人口に合わせて変化した。1957年に下水道の建設が始まり、1959年に完成した。 当時存在していた道路はすべて、拡張、または、抜本的な改修が必要であった。新興住宅地は、ビショフスハイム通りとハーナウ通りの間の、オーバードールフェルト通り沿いに最初に設けられた。その後、ジートラー通り、ブリューダーグリム通り、アンデアゲンスバイで、フェルトベルク通りやタウヌス通りに徐々に整備されていった。これにより、 ニッタータール鉄道までの空き地はすべて開発された。産業区域が指定され、運動場が建設された。町からの排水のための汚水処理場が建設された。2004年に、ニッタータール鉄道の南側に、広さ約14ヘクタールの新興住宅地、アウフデムハインシュピールの造成が始まった。1964年に10クラスの学校が完成し、 1966年に消防署と霊安署。1971年に町役場県公民館。1972年に幼稚園が建設された。第二次世界大戦中はハーナウ市からの疎開によって、1945年からは難民やひつ放民によって人口が大きく増加した。ニーダードルフェルデンの公民館ニーダードルフェルデンの町議会は、 15議席からなる2011年11月20日の町長選挙では、スピードの候補者、クラウスビュートナーが1回目の投票で53.5%の票を獲得し、新しい町長に就任した。これらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。